N2 はあの人はもう一人とか、はい、3だもんね。いや3だって難しい、頑張ってね、はい、期待してますよ、はい、頑張ってください。できたんでしょ今さ、うん、はい、ますます勉強にしますからね。ありがとうございます。映画来てる先生ですね、はい、テレビに出てますから手を挙げてる期待がすごく多いんですよ、はい、やっぱり、はい、それを解決するにはやっぱり AI、ICT を使うしかない。私も ICT を導入したスマートシティで介護のイメージが変わって CCRC 的な世界が増えて国内での人手不足が解消されると思うんですよ。もちろん海外の方にも来てもらうんですよ、ご希望があれば。だってそのやっぱり過重労働感が明らかに格段に合理的になる。改めまして、あの差別な国心ですが、院長しております。コードで商業名で全部コードがこれ国際コードなんですね。非常に良かったですよ。視野が分からないですよね、乗らないと。バスターに乗って運転席からドローンを飛ぶ。あ、そうですね。何やるかっていうとデータ集めて、そこからデータをかき集めて、より画像から作物の細かい情報を取ったりして、それをこうくっつけてビッグデータにして知識を発見する。そのモビリティの中のトップ企業ですから、モビリティがパラダイム変わっちゃうと困るので、モビリティのこうベースを自分で作らない限り彼らは先がないですから、当然そこに入っていきます。皆さんこんにちは、昨年の10月まで、地方創生、町人仕事創生、規制改革担当大臣をしておりました片山さつきです。全ては超少子高齢化で、人間の生活レベルを下げないってことなんですね。これは政治がやる仕事です。幸せに100年生きると、イマジン、要するにその想像して社会を作るんじゃなかったら政治家じゃないので、そういう社会の未来像を作るんであれば画一的じゃダメだと思ったんですね。それはやはり地方分権で地方創生じゃなかったらおかしいと、そういうことをまさにやっていくということなので、極めて人間的で極めてポリティカルなんだけど、極めて科学的で合理的な話、それらが全ていっぺんに詰まっている話がこのスーパースマートシティなんです。みんなこのままではダメだと思っています。このままで持つわけがないと思いながら毎日毎日真面目に仕事してるのが日本人です。でもどっかで変えるのは我々政治の責任だと思っているので、ぜひ差別化の素晴らしい青の道を頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。